兄者はついに蜀の地を手に入れた。これで曹操や孫権と腰据えて勝負できるってわけだ。何にせよめでたいぜ。しかし喜んでばかりもいらんねえ。慶州あたりのいざこざから雲長の兄者が城陽の繁盛を攻めるために軍を出しちまった。普段なら心配することもねえが、曹操と孫権が連合するってんだから今回はやべえぜ。俺の部で兄者を支えなきゃよ。張飛殿、今事態は非常に深刻です。繁盛を守るのは主戦に長ける宗人、いかに関羽殿でも戦は避けられません。また関羽殿を恐れた魏は呉と同盟しました。呉は呂も陸遜らの精鋭軍を慶州に派遣したとのことです。強撃を受けてしまったら慶州の地も関羽殿も劉備殿の陣の世の実現には欠かせません。張飛殿、どうかあなたの無双の武でこの苦境から救ってください。急げ、この奴らが兄者を狙ってやがるんだ。三つ攻めならそろそろ動き出しちまうか。ちくしょう、待っててくれよ兄者。間に合ったぜ。五の奴らはまだだな。水攻めで繁盛を落とす。各戦線を維持せよ。水門の警備も怠るな。列車も引けない。我らが堅固な守り、とくと見るがよい。拠点とて甘く見るな。行くぞ。拠点とて甘く見るな。
行くぞ。水流よ、そのアギトで繁盛を喰らい尽くせ。皇輝、全軍繁盛へ向けて進むのだ。尽きると守る。それがし、この城を守るが務め、ゆえに貴公を撃滅させていただく。それがしの総意、受けていただこう。あらふう、我が全力で貴公を止めよう。ひどい、いいから手を割れ。鮮やかなお手並み、今だ、攻めかかれ。相応の気迫にて対せねばならぬのだ。この船が勝利への橋だ。進め。大地を我が棺とするか。敵将討ち取った。Yeah!
つった。勝利を消してしまいましょう。飛行の武器拝見させてもらおう。安いことだな。鵜の道、ここに耐えるか。うね、敵将撃ち取った。一陣の風となり敵陣をかける。そうですぜ。追い込んでしまいましょう。命の重みが分からぬか。集結に導かん。静かだ。今が乱世とは思えん。敵将撃ち取った。我らの繁盛攻略はなった。葬儀の勇、孫悟の地、それらをまとめて打ち砕いた皆の健闘にこの関雲長深く感謝する。今兄者が蜀の地を、拙者が慶州を抑えている。我らが連動して動けばこの乱世をも飲み込めよう。うん、大徳の天下は近い。
新しい護衛武将が仕官してきたようじゃが、この護衛武将はその際一国を制し生涯秀才と称される人物のようじゃな。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義を成そうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。張飛、あざなは欲徳、卓軍卓権の人、一万の兵にも勝ると称えられた豪傑で、義にたがう行いを憎んだ。酒をこよなく愛し、酔えば劇場を全身に表した。漢王朝が腐敗し、高金属が世を乱していた頃、劉備、関羽に出会う。三人は桃園で義兄弟の契りを結び、混迷する大陸に仁の世をもたらすため共に戦うことを誓い合った。よるどころなく各地を転戦する劉備を、張飛はその武勇で支え続けた。建安13年、長藩の戦いで絶体絶命の危機に陥った劉備を救ったのも張飛であった。南下する劉備軍の伝軍を務めた張飛は、追撃する曹操の大軍勢の前に短期で立ちはだかり一喝。気を飲まれた敵兵を散々に蹴散らして、劉備軍の退却を見事に成功させた。幾多の過酷な戦いを経て、ついに劉備は蜀の建国を果たす。張飛は五胡大将の一人として歴戦、天下にその武名を轟かせた。三国が定立し、大陸の混迷はまだ終わらない。桃園の誓いより変わらず義を貫く延比と張飛の戦いはこれからも続く。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。ようやく酒の魚が来やがったぜ。来やがれ延比と張飛、乱世を飲み干すまで戦ってやるぜ。